大学に入って、まあ、大きく2つ進路があるんですよ、まあ、いわゆる患者さんを見て、患者さんの悩みを解決すると、こういうまあ臨床医と、もっとその、まあ、患者さんには直接触れないけども原理をね解明して、まあ、例えば新しい薬を見つける、そういった研究をすると、まあ、基礎医学と。でそれをどっちにするかということでは、大学に入ってしばらく悩んだことがありますが、まあ、最終的に患者さんで自分が一生に見れる数というのは、まあ、限られてるわけですけどね、だけども何か新しいことを見つけてそれを患者さんに還元すると、これはもう世界中の人に役に立つわけですから、やりがいとしてはそっちの方が大きいかなと、そういうことで基礎医学をやるということにしました。研究をやるということはね、単に勉強するということではないので、論文を読んでそれを、まあ、記憶するというのは研究ではなくて、その知識を乗り越えなきゃいけない。で、乗り越えるというのは過去の知識が正しいということだと、まあ、物知りで終わってしまう。だから必ず本当に書いてあることが正しいかどうかを自分の頭で考えてみると、これがまあ研究の出発点だということは非常に重要だと思いますね。まずね、リーダーとして方針が明確であると、それからまあブレないと、こういう方針でこういうふうにいきましょうと。で、間違ってて変わるとかね、よりこっちの方がいい、これはブレるんじゃないんですよ。だけどもどっちなんだか下の人が分からないというような状況はやるべきじゃなくて、少なくとも当分はこれでいこうと、ここで壁に突き当たるまではこの方法でいこうと、そういう明確なストラテジーというか方針をまず出すこと、これは非常に重要です。それからもちろんリーダーである私の意見に反対の人も必ずいます。でその人とはきちんと、まあ、膝詰め談判といいますかね、一対一でどこがどうでどこが違うのか、それを話し合うということですね。研究室の人に言って、まあ、研究者に向いてるという条件としてはね、まず好奇心が強いこと、まあ、キュリオシティですね。それから好奇心を追求していくというのはね、やはりチャレンジなんですよ。みんなと同じようなことをやるっていうのはチャレンジじゃないんです。なんか知りたいっていうのは非常に不思議なことですからね、それをやるっていうのは挑戦なんですね。だから挑戦するということはやっぱり勇気がいる、カレッジがいる、この3つの C が最も大切だと。好奇心を大切にしてね、勇気を持って挑戦すると、まあ、それがサイエンスの始まりだというふうに言ってますけどね。